この若さは嫌な若さじゃないな。はい、こんにちは。イタルズバーチャンネルへようこそ。イタルです。いつもご視聴ありがとうございます。というわけで本日1月13日ということで、とうとう京都府にも緊急事態宣言が発出されるという知らせが今ありました。緊急事態宣言出すんかい、出さんのかい、様子見るんかいというふうな状況がここ2、3日続いてましてね、本当になかなかはっきりしなかったんですけど、結局出るということなんですけども、当チャンネル、緊急事態宣言が出ようが出まいが、粛々とお酒にまつわるお話を配信していきたいと思いますので、皆さんご視聴の方よろしくお願いいたします。というわけで今回なんですけども、こちら福島県郡山市の笹野川酒造さんの朝香蒸留所さんのシングルモルトにスポットを当てていきたいと思います。山桜シングルモルト朝香ザ・ザ・ファーストピーテッドということで、こちら本日入荷をしてまいりました。笹野川酒造のお話をしていきたいと思うんですけども、創業が1765年という超老舗の酒造メーカーさんで、日本酒にとどまらずいろんなお酒を出されているんですけども、ウイスキーの製造は結構古くて、戦後間もなくからスタートをされたということで、80年代にはシェリーウイスキーというウイスキーをリリースされて結構ブームになったということなんですね。で、当時の社名が山桜酒造ということで、チェリーウイスキーというネーミングをされたということなんです。その笹野川酒造さんの新たな取り組みとして、創立250周年ということで、2016年に朝香蒸留所を立ち上げられました。貯蔵庫の一部を改良して新しいポットスチルを入れられまして、そこから約3年が経過して、朝香ザ・ザ・ファーストというのが第1弾、昨年にリリースをされたんですね。で、こちら本日入荷したのは第2弾の朝香ザ・ファーストピーテッドということで、こちらの方をですね、皆さんにご紹介をしていきたいと思います。でこちらボトルのデザインはこんな感じです。風格のあるデザインになってます。ウイスキーアドバイザー、これを仕入れた何かコメントある？ザ・ファーストの存在は知ってて、とあるバーで飲んだことがあって、でピーテッドっていうことで、笹野川酒造さんのピーテッドってあんまりイメージがなくて、かつフェノール値が 50ppm ってことで、かなりピートやな、うん、50やからアードベックと変わらへん。アードベックと同等レベル、同等レベル。こちらなんですけども、 700ml でアルコール度数は 50%、ノンチルフィルターノンカラーということです。というわけで開封していきたいと思います。今日はこのグラスでいきたいと思います。これウイスキーアドバイザー推奨のグラスやな。シェフ&ソムリエというメーカーのオープンアッププロテイスティ、なんか香り立ちがなんかこのグラスやたら良くて、もうやたらって言い方おかしいけど、めっちゃ香り立ちが良くてお気に入りの一着です。ってことです。そこが平べったいのがすごく香りを立ちやすい構造にしてて、テイスティンググラスとはまだ違った香りが楽しめますね。お色の方こんな感じで、まだまだこれ3年熟成なんで、寒いところで、ね、熟成されてるということで、そんなに色は濃くないです。ゴールドやな、うん、ゴールド系、ゴールド系のお色でございます。いいじゃないですか。何やその白子言い方。いいじゃないですか。ピーとか好きなピーとか若い香りが、それが違法に作用する、これは否めない。ただピーティーなウイスキーで若い方が美味しかったりするから、香りの方なんですけど、ピーとかと若さ、それが若干のフルーティー感の香りあるな、フルーティーな香り、うん、タルはバーボンダルなんで、そのバーボンダル系の若干エステリーなフルーティーな香りがします。というわけで飲んでみたいと思います。最初にまずフルーティーさ、エステリー感が来てからすぐにピート感が来るな。若さあるけど、この若さは嫌な若さじゃないな。いい方向や、結構なんかピートを引き立てる、引き立てる、そう最近さ、ピート系のウイスキーばっかりレビューしてるやん、うん、前回の動画はサブローマルゼロ、その前は厚岸蒸留所の甘露をレビューさせてもらったんですけど、やっぱり当たり前やけど、それぞれの個性があって、これ結構フルーティーやな。サブローマルさん、アッケシさんと比べるとフルーティー感がすごい。でもピートもしっかり、うん、結構フレッシュな感じ、うん、これはストレートが美味しいわ。シトラス系の香りもしますし、すごいフレッシュな感じで、加水した方がピーティーさが増しよるな。余韻のビター感が加水した方が出てくる。あのフルーティーな感じっていうのはストレートの方がダイレクトに感じる。ダイレクトくる。正直加水とストレートやと、ストレートの方が俺は好きやな。朝香ザ・ファーストピーテッドっていうボトルのことをより深く知るのであれば、ストレートがいいよな。
ロックも試してみたいと思います。結局加水と同じ感じで PT 差がすごく増すのと、でもロックにすると冷やされることでこのヒートスモークがよりソリッドになって、これはこれで印象がいいかも。ストレート、加水、ロック3タイプ飲みましたけど、俺はやっぱりストレートが一番美味しく感じるというか、いろんな味を楽しめる。ストレートはフルーティーでピーティーでっていう感じで、価格の方は税込み9900円、すみません、限定何本かはちょっと分かんないんですけども、いずれにせよ限定ウイスキーということでございます。というわけで今回は笹野川酒造さんの朝霞蒸留所の朝霞ザファーストザピーテッドとのご紹介をさせていただきました。これが参考になったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もまたよろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。バーボンバレルのファーストフィルで、まあ、あっけしはもういろんな樽をブレンドして作ってあるから、このなバーボンバレルファーストフィルっていうのが、ね、すごいエステリーやん。エステリーでフルーティーになるから、自分バーボンバレル好きやん。好きやからすごくいい。この勢いを感じるピートながらもまとまりを感じるっていうのはいいよ。いや、いいと思うわ。というわけで明日から緊急事態宣言ということで、8時に閉めろということなんですね。8時に閉めろなんやけど、お酒の提供は19時っていうことは、もう実質バーの場合19時に閉めろいうことや。そんなもんが19時お酒の提供やめてどうせっちゅうねんって、ミックスナッツ食いながら水かいっていう話やな。ジンジャーエールも、ジンジャーエールもあるけどな。ノンアルカクテルもあるけど、シンデレラ、シンデレラ言うてる場合か、アホ。いやほんまそうやで、これ1ヶ月、1ヶ月長い。8時に閉められるということで、ほんなら終わって飲みに行こうかー言うてもどこも空いてへんわけや、これが当たり前やけど、ここで飲まなしゃあないと思う。あのウイスキーの勉強しましょう。まあ、というわけでね、これから約1ヶ月多分当チャンネルいろいろ動画を上げていくと思います。ちょっとクオリティ下がるかもしれませんけど、あのお付き合いいただけたら幸いでございます。というわけでおしまい。